この動画は、エリッチがゆっくりやっていく動画です。攻略動画ではありません。サクサク動画ではありません。たまに音の大きさが左右されます。これらが無理な方は、ブラウザバックをおすすめします。はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは、エリッチです。右翼絵実況第48回ということで、今回は、第7回とことんクエストの方行きたいと思います。正直言って疲れてます。ちょっと早く終わって早く出たいっていう感じです。で、今回は10階でアレックスが待ってますんで、アレックスの方撃破しに行きたいと思います。眠いにしても、まあとにかく行って早めに終わって寝たいところ。疲れた今日。ほんと平日だけのイベントっていうのこれきついわ。では行きましょう。お、結構割れた。と、次は紫かな。紫を消して緑ぷよ割って紫割れて黄色が割れて、あれまあそこで割れるか。まあ、いっか。と、キャンスプレー残してきたやか、こういくか。青来たらシャラにならないけど。あ、うん、なんか予想はしてた。もうオーバーキルじゃもったいない。ここでチャンスで使いたかったのに。ラグナス、そ、坊や、なんで坊やなのよ。なんでそこの坊や、こんな危険な、こんな場所にいては危険だぞ。お家に帰りたまえ。
なんだと、私は正義の勇者だ、子供じゃない。あ、なるほど。あ、かっこいい。うちのキャストくんに通らないで、通らないで、通らない。ガビちゃん、セリフだよ。赤来た。残りは、そう、あ、2つになった。残り2つ、どうやっても削れそうな気もするけど。あ、全然だった。お邪魔よと呼ばれるその物体、あまり甘く見ぬ方がいいぞ。こういうとこか。うん。いやー、お邪魔部屋のとこありたい。おー、ん、もうこうしかないか。次はどういこっか。赤かな。赤と紫。え、赤と紫じゃない、赤と、じゃ、赤じゃなくて黄色や。どうだ、削れるかな、これで。お、削れた。シンプルなジャンプや。あとは紫が一気に上がってくれればいいんだが。
お、ということはあと10分以内ってことか。10分を切ったってことか。おー、割れる割れる。よしよし、上がった。で、次が6、その次か。次はどこ行こうかしら。やばい、目が目に疲れが。こうでいいかな。いや、全然違う。まあ、倒せたし、いっか。なんか予測はした。絶対強いラグナスの方来るなと思ってた。防衛が急に大きくなったということで。あ、違うかな。マーヒーン、マジかいな。マジか、マジか、きついな。せめてスキル、製造のスキル。マジでかばうの、食うの。ブブブ、なかなかやるな。だが勇者は負けない。かばう来たか。今回なんかいろいろ混じってるな。え、だって同じ意味のお邪魔ぷよのやつでしょ。それにマヒ来るやろ。マヒさっきなったのに。で、ガード来るし。わー、ヒカでー。もうないんですけど。
キルは発動しなかった。ひーざまー。よっしゃ、これで一気に攻めてやる。うん、あの防御のやつもガードも外れてるし、だからここだね。9連鎖やったか。まあいっか、多分これで終わるだろう。こうしとこうか。紫が後になってるからね。終わった終わった。まあここでレベルアップはするんですけど、ユーザーランクがね。でも私は寝る、眠い。よし、じゃあということで今回のとことんクエスト以上で終わります。次回はなんだろう、ギルイベかな。予想ギルイベ、何が来るんだろう。多分ギルイベだとは思うけど、まあいいや、とにかく次回もまたお楽しみに。眠い。次回あれギルドイベント来るとしたら赤？残りの神殿シリーズでいいのかな、どうかわからない。確か神殿シリーズ何やったかな。まあカティアとか、やべえ、カティアしか思いつかない。カティアしかわかんねえ。カティアでしょ。あ、ミーシャ、カティア、ミーシャと。リーナやったっけな。
動かねえ。リーナ当たり。リーナやはり出た。で、闇のが誰だっけな。あ、ダメだ、思いつかねえ。まあいいや。とにかくこれの赤が来るはず。熱血なことかな。どうなんだろう。よし、じゃあ今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの方、もしこの動画を聞いていただけましたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。パソコンで見ている方はこちらのボタンからチャンネル登録の方よろしくお願いします。この動画の再生リストはこちらのボタンからお願いします。携帯、スマートフォンなどパソコン以外のところから見ている方は下の説明欄にあるリンクからチャンネル登録の方よろしくお願いします。実写チャンネルニコニコ生放送の方も始めました。もしよかったらそちらの方もよろしくお願いします。実写チャンネル、チャンネル登録はこちらのボタンからよろしくお願いします。その場のコミュニティは下の説明欄にあるリンクからコミ参加の方よろしくお願いします。携帯、スマートフォンなどの方は下にあるリンクからチャンネル登録とよろしくお願いします。また皆様のご視聴をお待ちしています。バイバイ。